はい、40代からでもいい男になっていこうということでいろいろお話しましたけども、今回はね、一応ね、最終回で一回区切りをさせてください。ね、やっぱりこの前前回色気みたいな話をしたんですけども、いろいろまとめながらもう一回ね、これは言い忘れてたんじゃないかなっていうのをお伝えしていきます。一つ目が香水です。香りですよね。香水の付け方なんですけども、出かける直前に振るのはもうちょっとね、センスがなくって、結構香水ってきついんですよ。で、付けたてだなっていうのがバレちゃいますんで、まあ、少なくともね、前日につけておくのがいいです。明日香水をつけて出かけていこうかなみたいなね、スーツを用意した時にスーツ の内側ですね、内側につけていくことをお勧めします。それからですね、服の内側もそうなんですけども、スラックス、ズボンの場合は足元の方にちょっとつけておくのがいいかなと思います。よく手首に振る方とかいますけども、あれは直前のつけ方なんですよ。特に女性があれがいいんじゃないかなと思いますけど、男性の場合はこうやって服の内側にね、前陣つけておいて吊るしておくとかっていうふうなことがいいと思います。そうするとね、適度に香りがこう消えていって、でスーツ全体に行き渡っていくんですよ。まあ、スーツじゃなくてもこういうふうなパーカーでもいいんですけども、もろに匂いがしちゃダメなんですよ。ああ、いつもつけてるんだなって思わせないといけないので、それは本当にいつもつけてるのが好ましいんですけども、どうしてもね、普段つけてないけども明日は勝負なんだって時は前日につけておくことをお勧めします。まあ、20時間ぐらい経ってると、だいたい香水の匂いっていうのはね、ナチュラルな感じになってきますので、つけたてっていうのはやっぱりトゲトゲしくてきついんですよ。で、次、行きつけですよね。やっぱり外出するときに、一人の時にね、行きつけの店を作っておくってことがいいと思います。で、自分とデートするパートナーの女性ですね、この2人をエスコートしてくれるような店をちゃんと作っておいて仕込んどくってことなんですよ。で、前日にちゃんと明日行くからねっていうふうな形で事情を話しておいて、まあ、そこのね、店員さん、マスターとかに演じてもらうってことが必要になってきます。まあ、例えばたくさんの女性とお付き合いしている方は、前日にそういった仕込みの店にね、ちゃんと話しておかないといけないんですよ。明日は他の女の子の話題出さないでみたいな感じでね。で、そういうのとか、サプライズとかすごく使えるんですよ、行きつけがあると。私もよくやるんですけども、前日にそのお店に行ってね、明日デートで使うからこのタイミングでこれやってねってお願いしとくんですよ。場合によってはそのお店に来ている常連さんにもマスターの方からお話しいただいて、例えばハッピーバースデートゥーユをみんなで歌っていただくとかね、店に飾り付けをしてもらうとか、もちろんその部分は余計に経費をかけないといけないんですけども、やっぱそういうところにね、大人の色気って出てくるんですよ。ここまで仕込んでたのかみたいなね、ここまでやってくれたのかみたいな。ただし、これも誤解なく言っておきますけども、いきなりこんなことしちゃダメなんですよ。普段の仕込みがあって、この人はサプライズをやる人なんだ、どこに行ってもいろんな仕掛けを私のためにしてくれる人なんだってずっと思わしといた時にやっぱり効果が出るんですよ。そういう中でもないのにいきなりやったらね、なんか恐怖ですよね。なんかストーカーじゃないのとか、自分のことをそこまでなんか裏も表も見てるのいやらしい、なんか今日はなんか口説かれそうだわとかね、やっぱりそこはすごく大事なんですよ。で、あと3つ目なんですけども、今日お話しする隠し事をしないってことですよね。まあ、誰しも人間は隠し事があるんですけども、こうね、ダミーの隠し事をばらすことによって本当に隠したいことを隠し続けるってこともこの必要なんですよ。で、それがね、やっぱりね、コミュニケーション下手な人はできなくって、何か追求された時にダミーの隠し事を実はねって話した方がいいんですよ。そのためのいろんなものをね、用意しとかないといけないんですよね。まあ、秘密、なんか自分がね、ミステリアスな秘密ぶると結構安っぽいんですよ。で、多くの方がこれやっちゃうんですよ。自分がね、ミステリアスな人間に見せようと思って安っぽく見られてるのに気づかなくって、なんとなくね、不思議な雰囲気醸し出してるみたいな感じで、それをダンディズムって考えちゃうんですけど、そういうのではないんですよね。基本的には全てさらけ出すわけなんですよ。で、秘密を作らないことでミステリアスぶるよりも、あ、この人いろんなこと話してるけども絶対に隠してることがあるはずだっていうふうに思わせる効果が出るんですよ。いいですかね。秘密に関しては隠し事をせずに、基本的には何でもかんでも女性に話すことによって、この人いろんなこと正直に話してくれるけども絶対隠してることあるはずだ、全部話したと思って、さらに何かあるとしたらどんなことだろうところに女性の想像力をかきたてるんですよね。で、逆にあんまり話さずに明らかに隠してるなこの人って思われたら、もうこれはね、安っぽいわけなんですよ。これは秘密を話したくてしょうがないんだなっていうふうに思わせちゃうんですよ。これ多くの男性気づいてないですけどね、こういうことにならないようにしないといけないですよね。で、優しいっていう言葉があります。今日の番外編ですけども、優しさっていうのは、やっぱモテる優しさとモテない優しさってあるんですよ。これをちょっとお話ししましょうか。例えばね、モテる優しさっていうのは家族を大切に優しさにつながっていくんですよね。
で家族の記念日を大切にしているとかね、例えばまあ、田舎に住んでる母親の誕生日なんで一緒に選んでくれるみたいなことをしてみるとかね、これだからマザコンだって思わせないようにしないといけないんですよ。でプレゼントを大切にするとかね、そういう記念日とかプレゼントを大切にするってことです。そういうことっていうのはモテる優しさになるんですよ。で自分にも自分の記念日も覚えてくれるかもっていうふうにその女性に、目の前の女性に思わせることなんですよね。あと本音で叱るっていうのも優しさです。本音で目をつり上げてね、怒ってあげるっていうか叱ってあげるっていうんですかね。で叱った後はちゃんとね許してあげる、常に許してあげるってことなんですよ。そして励ましてあげて優しい笑顔を向けてあげること、この緩急が使えるのが優しさなんですよ。では次はですね、モテない優しさってのはどういうものなのかなってことをお話していきましょうか。それはですね、自分の意見ではなくて相手の意見ばかりを聞きたがるっていうことなんですよ。それはね、確かに自分の言いたいことばっかりやりたいことばっかりやって女性の意見を聞かないっていうふうな恐怖からやるんでしょうけども、そうではないんですよ。なんて言いますかね、相手の方って自分の考えを求めてるんですよ。何を考えてるのか知りたがってるんですよ。だから自分の考えもきちんと話した後で相手の考えも尊重するってことをしなくてはならないんですよね。だからこれが呼吸なんですよ。情報の呼吸なんですよ。会話の呼吸なんですよ。まず自分が吐き出して相手からのものを吸収してあげるってことを繰り返していくのが間合いのいい取り方なんですけども、なぜか自分のことを話さずにどうするどうするみたいな、何がいいとかになっちゃうんですよね。これはね、女性はねすごくね不快感なんですよね。不信感もありますよね。であとはね、謝りすぎてもダメですね。肝心な時に謝らないといけないんですけども、そうでない時には謝るとね卑屈に映っちゃいますからね。でこの人あっちでもこっちも謝ってるのかしらって思わせちゃいけないんで、この謝りすぎっていうのもモテない優しさに通じるんですよ。その場しのぎっていうふうに思われることもあります。で引いて言えば本当に何を考えてるのか分かんないってなっちゃうんですよ。やっぱりね、これは自分が間違えてないと思うんだって主張する時もやっぱ必要なんですよ。でもそれがあるからこそ、あ、これは確かに自分が間違ってたなっていう時に謝る効果が高いんですよ。何でもかんでも謝る人って女性から見るとその場しのぎでね、もう安心できない、考えが分かんないわこの人ってなっちゃうんですよ。だからもう一回言いますけども、モテない優しさっていうのにハマっちゃダメなんですよ。モテない優しさっていうのは自分の意見を言わずにどうしようどうしようっていうふうにね、女性の意見ばっかり聞いてくる、その卑屈さがモテない優しさになってきます。モテる優しさってのはその逆ですよね。だからきちんと自分の考えをお伝えした上で相手の意見も聞いてあげるとかね。具体的な例で言うと、例えば食事のね店を選ぶときに、僕はね中華となんかフレンチが好きなんだけども、どっちにするっていうふうに聞いてあげるのが、その自分の好きも表現して相手の選択肢も残すってやり方なんですよ。でその中で、私は今日は焼肉の気分だなって言ったら、そうだね、焼肉もいいね、ちょっと行こうかって感じで自分の意見を余白に置いて女性の意見を尊重してあげる。でもね、自分の言いたいこともちゃんと言ってるわけなんですよ。ソフトにソフトにね。だからこれがモテる優しさになってきますんで、使い分けていってはいかがかなと思います。客観的に見たら同じような会話に見えるんですけども、全然内容っていうのはこうやって変わってくるんですよ。でこのモテる優しさとモテない優しさをきちんと理解して使い切ることによって、女性のね心の中に自分に対してモテる気持ちっていうのをどん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 植え付けていくことになります。本当にね、多くの男性が勘違いしやすいのが、1回のデートとか1回のね優しさとかで伝わるものとか解決できるものではないんですよ。やっぱりここも凡事徹底で、繰り返し繰り返し、ザイオンス効果って話もしましたけども、繰り返し繰り返しやることによって相手の心に根付いていくもの、これが全てなんですよ。だから一発で逆転しようと思わないです。それは漫画の中の出来事なんですよ。関係がずっとね冷え切っていて、最後の一発で逆転みたいなのは、それはドラマなんですよ。でそういうのを当てにせずにね、やっぱ日々少しずつ少しずつ歩み寄っていくことが大事だと思います。まあそういう恋愛じゃないと今後ね長く続かないんですよ。やっぱり、ね、一発逆転ばっかり狙ってるっていうのは単なる恋愛ギャンブルになっちゃいますんでね、そういうことで、本当のね恋愛は難しいんじゃないかなと私なり思うんですけども、皆さんいかがお感じでしょうか。それでは今回は以上です。ありがとうございました。